はい、こんにちは。またね、あのエスコフィエのね、レシピが再開いたします。本当にね、あのエスコフィエのレシピをね、それをまあご家庭用にね、かなりこうデフォルメしてるんですけども、本当にあのシンプルで、もうよくよく考え尽くしたレシピでございますので、ぜひね、皆様もエスコフィエのレシピね、しっかり作ってみてください。グです。新エスコフィエシリーズ、魚のアングレーズ風サルディーヌ・ア・ラングレーズ、アクサンテリューします。フランス語でね、イワシのことをサルディーヌって言います。のアングレーズ風、まあ、大体小麦粉を使うとかね、そういうのを、まあ、アングレーズ、まあ、イギリス風みたいな言い方をいたします。それでは材料です。はい、スタッフがですね、イワシ、近海物、マイワシ499円、ね、これね、大小、ね、よくきれいに揃っておりますよね。小麦粉、卵、パン粉、まあ、これを大体ね、イギリス風アングレーズっていう言い方します。そして、無塩バター、ね、これは焼き上げるやつ。390番目にメートルドテルバターのレシピにはございますんで、バターを作っておきます。そして、レモン、飾りレモン、あとパセリはお好みで添えます。はい、レモンのね、こう飾り切りっていうんですけどね、種をちょっとこう取っていただいて、あの絞った時にね、あの絞りやすいようにこう隠し包丁をこう入れてあげると、おつゆが結構出やすいです。これ端っこ斜めにね、包丁斜めに入れていただいて、よいしょと。そうしましたら、くるっと巻いて、こうね、立つように。くるっと巻いて、こうやって立つようにしてあげてください。飾りレモンでございます。はい、これはですね、皆さん、もう鱗をきれいにね、取って洗っておりますので、まず背開きですね。この頭の真ん中には骨が入っておりますので、骨の上ですね、片面、これを開きますので、あと包丁をお腹の方から、なんかあの外を切らないように、そして逆にしまして、この骨の上から包丁を、もう一匹目も背中から、で反対から骨の上ですね、骨の上に、そしてお腹の切らないように、お腹まで包丁入れます。よいしょ、はい、そうしましたら、ハサミでこのお尻のところの骨を切ってあります。そして頭のところの骨も斜めに包丁入れていただいて、お尻のところ、そして頭のところをちょっと斜めに、そうしましたら、この骨を下のお腹を壊さないように、グビグビグビと、グビ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 と
あの お腹こっちのお腹をね、あの切らないように上から。そして中の内臓ですね、内臓を取り出します。よいしょ。そうしましたらお水でよく洗います。はい、中をね、頭の上にね、中にあの頭の中に結構内臓が入っておりますので、この下は絶対に破らないように。でそれではですね、あの若干あのこうやって中をねよく水洗いして。若干この上の方がですね、骨がですね、ちょっと気になるところだけ、大きい骨だけで結構です。大きい方はね、結構この辺は骨が気になるので、頭の 上の方だけでいいと思います。この辺ですね。はい、きれいに。で水気をよく切っておいてください。そして尾っぽの方もね、ちょっと先っぽ焦げやすいので切っておきます。はい、それでは軽くですね、白い胡椒ですね、こっち側にはパン粉しませんので、内側だけにパン粉をしますので、内側にも本当に軽くですね、塩コショウ、白いコショウです。そして、小麦粉をまぶしていただいて、よし、よくこうね、中まで小麦粉がつくようにこう、よいしょ。そして、そうしましたら卵をつけていただいて、はい、じゃあパン粉はね、これぐらいですね。はい、それでは焼き上げます。最初は強火です。バターを入れていただいて、バターがちょっと溶けるまで待ちます。はい、バターが溶けましたら、パン粉がついてる方をこうやって下に向けて焼き上げます。中火で焼き色をつけましたら、ひっくり返して中火で、全体に火を通します。まあ、ひっくり返した方がね、これ火が結構時間かかるので、
はい、ではひっくり返します。よいしょよいしょ。はい、ここで中火にします。ここでじっくりアロゼしながら頭にも火を通していきます。この油をね、頭の上に、この頭のところが一番時間がかかるので、アロゼしながら5、6分ですかね、中火の弱火でゆっくりと火を通していきます。はい、皆さん5分経ちましたので、しっかりアロゼしてあげて、はい、盛り付けます。はい、名東デルバターをたっぷり上に乗っけてあげて、飾りレモンとパセリを添えて、はい、出来上がりです。エスコフェのイワシのアングレーズ風でございます。はいね、また骨付きでね、開いてね、これぐらいの小さいお魚であれば、いろんなお魚ね、これもね、なかなか洒落てますよね。それではまずレモンをたっぷり絞っていただいて、頭の方から蓋をたっぷりかけていただいて、ほらね、皆さんもう火はもう完全に火は通っております。それではいただきます。小骨もほとんど気になりません。ここは細いですからね。このメートルとバターがなければね、レモンだけでもね十分。イワシのサラディーヌグーでございます。今日合わせワインはクラシッククレクションシャルドネ。あのパイナップルの香りがねして、なかなかフルーティーでおしゃれだと思います。いや本当にね、日本のね、あのパン粉焼きのような全く同じようなのが100年前にね、フランスで、セビラキっていうのはちょっとね難しいと思いますけどね、あのこういうちょっと洒落たね、あのお料理も素敵だと思いますので、ぜひもしセビラキが面倒であれば、もう三枚おろしでパン粉をつけて焼き上げてもいいと思います。どうぞ、レシピの一つに入れてみてください。